皆さんこんにちは。今日は転火器を見ていきます。転火器、こういうものです。昔は人が花火に直接火をつけていましたが、安全性や演出性能の差で今では転火器で火をつけることが主流になっています。ではどんなものか見ていきましょう。転火器には親機と子機があって、これを電線でつないでいます。で、子機からはこの一個一個のピンから電流が流れるようになっていて、ここに電気導火線、これですね、こいつを差し込むと、ここからこのピンから電流が流れた時にこの先っちょがパンと弾けるようになっています。なのでこいつを筒の中に入れて、上から花火の玉を入れてセットするという仕組みになっています。ではこの電気導火線に電流を流してみましょう。結構勢いが強いです。では電気導火線の代わりに電球を使って点火プログラムを動かしてみましょう。電流が流れたタイミングで電球に火がつくので、実際の花火ではその瞬間に発射されているということです。点火プログラムはパソコンで作っています。今回は1秒おきに点火するプログラムを作っているので動かしてみましょう。いかがでしたか？点火器、昔登場した時は一個一個ボタンを押していくようなものだったんですけど、今では100分の1秒単位で点火できるようになっています。点火器のおかげで花火ショーは大きく進歩しました。それではまたお会いしましょう。